おはようございます、今日は平凡な一日ですね、久しぶりの平凡な一日でございますが、なんとですね、オフィス本日お休みでございます。もう今月2024年の6月からうち週休4日なんですよ。ふざけてるでしょ。週3日だけ勤務して週休4日にして、しかもその週3の勤務も朝8時半から昼の2時半で終わりなんですよ。だから、基本誰もいてないっていう形で、まあ僕はなんだかんだね、オフィス来てやったりすることもあるんですけど、まあ今日はそういう誰もいてないオフなんで、今現時刻が6時19分で、サクッと撮影だけして、9時からちょっとだけズームあるんで、まあ家先帰るか、まあもしくは、ここでズームして、でも帰ろうかなと思っております。今日なんせ歯医者あるから、歯医者でね、美人しかいてない歯医者のところに行って癒されるっていう項目がありますので、それまでに家に帰ったり、あとスーパー行って買い物もしなあかんから、まあ、そんな感じでね、ぼちぼち行きましょう。あと薬ももらいに行かなあかんし。はいはい。いつもなんかね、カートの反映遅くないですか？そうなんですね。多分これは、ほな、そこの接続なんかな。こんな感じです。よし、それではいただきます。今11時7分なんですけど、11時半までにうつの薬もらいに行かなあかん。長いもいるな。ないか。うつの薬もらいに行かなあかんから、11時半まで間に合うかどうかっていうのは非常に、微妙なところでございます。昼ご飯です。毎日ほぼこれ、この肉が魚になるだけ。やべえやべえやべえ、間に合わねえ間に合わねえ。ありがとうございます。じゃあ来月お願いします。ゲットしました、売人から薬を。
車派、医者派、医者。今日は奥歯が欠けてるのをジルコニア入れてもらうという最後の作業でございます。行きましょう。はい、それでは歯医者行ってきました。ジルコニア入れたんですけど、なんか試しで噛んでって言われて噛んだ瞬間バキって割れたんですよ。だからもう一回作り直すかもしれないって、でまあ費用は歯医者さんが申し訳ないですって持ってくれることになったんですけど、またね1週間後ちょうど誕生日なんですけど、誕生日に行かなあかんってことで、誕生日にジルコニア入れてもらうことになりました。しかも僕その日誕生日なんですよって言ったら、朝一しか空いてへんから朝一でもいいですかって言われて、じゃあ誕生日プレゼントってことですねって言いながら、去ってきました。なので、何が誕生日プレゼントか分からへんけども、まあとりあえずそんな感じで、現在が3時40分なので、今からジムに向かいたいなと思います。はい、ジムに行きましょう。ジムとサウナ完了完了完了。こっからちょっとスーパー行って今日昼買い忘れたメンツ買いに行く。ホワイトニングしていきます。これもかれこれ毎日やって半年ぐらい経ちますね。おかげでね、なんか歯白いですねって言われることが多くなっていて、歯医者さん行っても今日も褒めてもらったし、そういや今日なんか万代で会計してくれてる主婦の人が視聴者さんやって、あなたゆくゆくやかんふくやくやってますよ、めっちゃ見てますって言われて、声そのままですねって言われて、旦那が好きでって言ってくれて、旦那さんによろしくお伝えくださいって言ってね、そんな出会いもありましたけども、その時は歯の話してないけども、まあいろいろ今日も楽しい思い出がありましたね。あとはオフ、